歯ぎしりがひどすぎた男の末路。俺はゴングー、金なし、彼女なし、希望なし、何も持っていないアラサー貧乏サラリーマンだ。あー、最近ずっと頭が痛いな、きつい。おいゴングー、今日飲みに行こうぜ。ついでにお前の家泊まらしてよ。どうせ彼女ないし暇だろう。うるせえよ。まあ金曜日だし飲むか。さあそろそろ帰るか。今日もいい酒だったな。間違いないわ。ガブガブ飲むよりしっぽり飲むのが一番いいよ。そうだな、大人になったってことだ。なんだこの音、黒板に石をこするような音は。ん、ゴングーか。歯ぎしりだ。しかも尋常じゃないぞ。あ、痛い。どうしたんだゴングー。ここ最近頭が痛くてさ。お前それ夜中の歯ぎしりが原因じゃないのか。寝てる間めちゃくちゃ歯ぎしりしてたぞ。え、歯ぎしりすごいの。ちょっとそれも怖いし病院行ってくるわ。ゴングーさん、あなたは歯ぎしりにより歯と顎が歪み、それが側頭部の神経を刺激して頭痛になっているようです。もちろん体には個人差があり、たまたま側頭部の神経に触ったというところですが、まあ一言で言うと不運ですな。それで僕はどうしたらいいんでしょうか。歯の噛み合わせの矯正、歪んだ顎の骨を削るという感じになりますな。ただ歯の矯正は保険適用外ですが。そんな彼女いない歴イコール年齢の俺が今さら綺麗な歯並びなんて必要ないのに。そうして俺は歯ぎしりのための治療に難易度の高い歯の矯正代500万円の費用がかかった。